はい、皆さんこんにちは、中古ですが新しいパソコンのセットアップは楽しいですね。開封の後、OS のセットアップやアップデート、必要なソフトのインストールや好みの設定にするのに格闘しました。前回はラフに外観のチェックでしたので、今回は詳細に見ていきたいと思います。では、はじめに電源を入れてから起動するまでです。電源を入れてみます。嬉しい誤算ですが、バッテリーがまだ半分ほど生きています。個人的ですが、中古のノートパソコンの場合、バッテリーは諦めています。でも、これなら、2、3時間程度ならバッテリー駆動ができそうです。OS、Windows 10の立ち上がりは不満のないスピードですね。では、細かく見ていきます。まず、ディスプレイ。特に、ドット欠けなどはないですね。ただ経年変化か、配色やにじみが若干見られます。私の場合は、外部ディスプレイを使うので、特にディスプレイは気にしません。ポインティングデバイス、タッチパッドなどは正常機能します。一度、電源を落として、電源の AC ケーブルと、外部ディスプレイ用の HDMI ケーブルを接続します。再びパソコンを起動しました。 AC 端子、 HDMI 端子ともに正常に機能していますね。私はヒンジを180度開いて、こんな感じで外部ディスプレイを使います。次は SD カードスロットの確認です。普段私はホコリの侵入防止のためマイクロ SD カードアダプターを入れています。こちらの SD カードにはテスト用のテキストファイルを入れてあります。はい、正常に読み込めました。 SD カードスロット正常に機能してます。こちらのディスプレイ端子は検証する物がありませんのでスルーです。さて、次は各 USB ポートをチェックしていきます。このパソコンには USB ポートが3箇所あり、1つは電源を落としていても給電できるタイプです。はい、3個とも正常でした。次は電源を落としても給電できるか確認してみます。はい、給電できました。正常です。当たり外れのある中古パソコンですが、性能的にはまだまだ使えそうですので、当分の間サブ機として値段分活躍してもらいます。皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。